様でございます今回ね、給料明細、衝撃の明細ということでお届けしたいんですけども、まあ、取り扱ってるのは私がこれまでも何度かね、紹介させてもらったキャンディ t o j ジャパンというね、えー、チャンネル名なんですよ。キャンディ t o j ジャパンさんですね。チャンネル登録があれから増えて、現在1930名ということなんで、そんなにむちゃくちゃ多いってわけではありませんよね。 で私もチャンネル登録はしておりません。で、いいねボタンが4008ということで、4008ね。だから、かなりね、評価は高いと思います。で、さらに、これ、再生回数なんですけどもね、ここには反映されてませんけども、410万回再生されてるんですよ。で、動画の時間が1分です。 これ動画概要欄につけておきますのでご覧いただきたいんですけどもあの、給料明細でね、実際にいくら受け取ってるのかってことはそんなに問題ではありません。あのまずは、ヤマト運輸給料明細45歳でこれ大丈夫かっていうタイトルですよね、それから単純に給料明細を1分間ね、ざらっとなぞってるだけなんで、そんなに難しい作業ではありません。で、声も出してませんし、ご本人さんが、 出てくるわけでもありません。キャンディートゥージャパンさんっていうのがどんな人かどんな声なのか私未だにわかりません。でも、410万再生なんですよ。まあ私なんてね、これ10年以上 YouTube やってきて、MAX で50万再生ぐらいですよ。で、この方は別に YouTube で暮らしてるわけではないと思うんですけども、こういう風なね、ヒット作品を作るんですよ。いや、衝撃ですよね。まあこれが起きるのが YouTube です。まあですんで、 ネタがないネタがないって言ってもね別に給料明細を移せとは言いませんけどもあの色々と放送することはできると思うんですよこの方もね給料明細というテーマだけで放送してるわけではないんですよどちらかというと放送の内容は右行ったり左行ったり上行ったり下行ったり,ったりなんですよまさに自由奔放なんですよなのにこういったヒット作が生めるんですよねですんでこれから YouTube を始めようとしてる方 YouTube を始めていまいち目が出ないと思ってる方こういうふうにね あ、これはやってなかったなぁってものを1分でも30秒でもいいんでどんどんやってみることだと思います。はい。今回は YouTube の衝撃迷彩ということでお届けしました。